インティルツエインゾアガダ株式会社相模ホールディングス会長鎌田俊之です。これはもしあなたが本当にそれを真に強く望むのであれば、それはもはやおとぎ話ではない、夢ではない、そういうことであります。学生時代1972年に9ヶ月間イスラエルに住んでたんですが、私の里親になった人がドイツからの移民だったんですけれども、でその人の家にこの言葉が掲げてありました。やはりですね、これは、何を意味するかと言いますと、イスラエルという国が2000年なかったんですね。という国を作りましょうということにして、そして国を作ったということでありまして、これはですねもう本当に並大抵の努力でできるものじゃないんですね。やはりやるならとことんやらなきゃいかんということは本当に心底この言葉から学びましたですね。会社の経営あるいは会社を再建するという時には非常に役に立つ